本日も動画をご覧いただき誠にありがとうございます。本日ご紹介しますのは川崎バリオス2です。こちらですね、今はなきですね、直列4気筒エンジンを用意したですね、電気筒モデルとなっております。非常にね、コンディションの良い1台ですので、早速ご紹介していきたいと思います。はい、まずはですね、フロント周りからですね、ヘッドライトはマルチリフレクター、レンズ割れね、そしてサビ腐食、そういったものも出ておりませんね。コンディションいいですね。ウインカーの捨て折れ、そういったものも見受けられません。そしてね、フロントフォークです、オイルにじみ、オイル漏れ、そういったものもね、見受けられませんね。フェンダーはね、大きな割れ、塗装剥がれ、そういったものも見受けられません。はい、フロントの足回りです、シングルディスク、こちらを用意しましてですね、サビ腐食、そしてブレーキ固着、そういったものも見受けられません。ホイールはね、ブラックのホイールで大きな曲がり削れません。エンジンです。ヘッドからの大きなオイルにじみ、キャブレターからのガソリン漏れ、そういったものも見受けられません。クランクケース、そういったものも大きな、ね、傷、そういったものもございませんね。ステップはね、純正を採用しております。大きな曲がり削れございません。はい、マフラーもですね、オリジナルのものをご用意しております。エンジンはね、後ほど、ご紹介したいと思います。そしてね、リア足前です。バリオス2からはですね、ツインサスとなりましてですね、赤いホイールスプリングが装着されております。ホイールです。大きなね、曲がり削れ、そういったものも見受けられません。リア周りです。純正をキープした1台ですね、ダックテールが非常に可愛いですね。はい、シートです。フロントシート、タンデムシートともに大きな破れ切れはありません。タンクです。はい、漆黒のブラックがね、映えますね。大きなへこみ、そういったものもございません。バリオスのね、由来のですね、馬のエンブレムがあしられております。タンク内ご紹介します。はい、もちろんですがね、大きなサビ腐食はございませんね。はい、エンジン吹き上がりいきたいと思います。エンジンは ZXR250 のエンジンを搭載した非常に気持ちいいエンジンです。そしてね、 ETC も装着されております。高速のクルージングも非常に気持ちいいと思います。ぜひ、お問い合わせをお待ちしております。